こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も単行者の前後100課から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は小生古今通図です。小風の音、将来は古今変わることがありません。李白の詩にある南宋に小札として小生起こり、右輪によりて一朝せば信じ清らかなりというのがあります。それでは今から小生古今通図を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。